大人も子供も姉さんもごきげんよう。コアルだ。はい、ということでノスタルジックトレイン続きをやっていきましょう。前回はね、こちらの川で男の子が溺れて亡くなってしまったというね、結構悲しい状況に出くわしてしまったのですが、今回はその続きからですね、まずは駅の方に向かってみましょう。駅の方ではなんか踏切の音がするということで、一旦ちょっとねその辺も見てみましょうか。これそっか、シフト押したりするとダッシュになったりとかするんだね。結構近いよね、この街の中はさ。結構狭いのかな。あ、踏切が閉まってる。踏切が閉まってるってことは電車が通過するか、この電車が先に進むか、どっちかってことだよね。うん、ちょっと駅の中入ってみるか。誰かがいるのかも、元の世界に戻ったのかもと期待したけれど、相変わらず誰も見当たらない。駅員さんも列車を待つ人も、だけど踏切は鳴り続け、列車は誘うように扉を開けて今にも出発しようとしているようだ。ってことはこの列車の中に入ればいいのかな。ちょっと入ってみようか。浮き輪を手に取ったまま吸い込まれるように列車に乗った。ドア閉まった。あ、動き出した。でも車掌さんは見当たらないね。このままさ、現実の世界に戻れたら一番いいんだけど。でもすごいね、竹林も広がっててかなり景色はいいよね。竹はさ、結構生命力が強いみたいで、もしこの世界が滅びてしまったら最後に生き残るのは竹っていう噂なんだよね。竹はさ、木じゃなくて花とかの方に寄っているらしくて、種類的にはだから、その分なんか二酸化炭素を作れるのかな。酸素がないところでも生きていけるみたいな、なんかそんな感じのテレビ番組を前に見たような気がする。だからこの世界は竹に覆われることになるみたいな、人間がいなくなった後の世界も。ああ、でも暗くなってきた。うわー、すごい怖いな。俺結構さ、こういうホラー系ってさ、すごい実は苦手なんだよね。自分が体験する分にはね。あ、眩しい。暗いところからさ、明るいところに出ると一瞬こうやってさ、めまいをしてしまう。あれ？夏霧だ。この主人公はさ、夏霧に囚われているのかもしれないね。結局次の駅には行けず、夏霧に戻ってきた感じか。開くのかな？開かなかったら結構まずいけどね。開いた。結局夏霧か。何が起こったのだろう。誰もいないまま列車は魔法のように走り、しかし元の駅に戻ってきた。相変わらず人がいない。遠くで波の音、変わらないセミの声。ふと指の痛さで気づいた。浮き輪を強く握りしめすぎて手が冷たくなって指の関節が浮きっている。辺りを見渡す。静かなことに変わりはない。だけど何かうまく説明できない空気のようなものが違うような気がする。ここは同じ世界なのかしら。全く同じに作られた別の世界に列車に乗ることで運ばれてきたような気がする。吸い込まれるように再び校庭に向かうことにした。じゃあ一旦また学校に向かわなきゃいけないということか。うわ、前回さ、ちょっと注目していなかったけど、三輪車が置いてあるんだよね。
ダイハツのミゼットとかだっけ？三輪車。昔のものだよね。本当に昭和の僕が生まれるもっと前の車。三輪車なんてもう今の時代じゃ見かけないからね。大丈夫なのかな？道路交通法的に三輪車って走れんのかな？未だに。どうなんだろう。今8月12日13日にお祭りがあるっていうことは、8月の上旬なのかな、それとも7月の後半。この上にさ、神社とかもあるんだよね。おいおい行くことになるのかもしれないね。夏霧小学校。なかなかさ、ここも嫌な思い出があるから、ちょっと確認してみようか。あそこだ。前回浮き輪があったところだね。また新たなストーリーが始まるんだろうか。もう見たくないけどね。同じ場所に立つと、再び現世の光景が流れ込んでくる。同じように茶色い濁流の川。助けてくれ！と叫ぶ溺れた子供。バシャバシャとぬかるんだ地面をかけてきて、川を見て足をすくませて佇む少年。前回と同じだな。何もかも同じ。彼は一瞬戸惑った後、辺りを探し始める。そう、浮き輪のようなものがないか。だけどそれは見つからなかった。俺が持ってったからってことかな。私が列車に乗るとともにどこかに消えてしまったから。男の子の耳には濁流の水音と「助けて！」という声が響き続ける。そうか、また新しいさ、平行線、パラレルワードに来てしまったっていう感じなのかな。彼の中では、そのまま死を覚悟して飛び込んで助けるか。小さい体と心の中で激しい葛藤があったに違いない。だけど男の子はどうすることもできず、葛藤を乗り越えて結論を出すには、あまりに自分の華奢な体には問題が多すぎて。両手で耳を覆い、その場にしゃがみ込む。目をきつく閉じて、下を向いて。これに関しては仕方のないことだよね。そうすれば、目の前で人が溺れている世界と、勇気が出なくて助けられない自分が、この世界から消えるような気がしたのかもしれない。だけど、ほどなく、下流の橋で、大人たちが騒ぎ始める。子供が溺れていると。そこからも最初に見た景色と同じだった。巡査が上着を脱ぎ、迷うことなく飛び込んで溺れた子を河原に引っ張り上げる。よかった、誰も犠牲者が出なかったみたい。胸をなで下ろす。世界から逃げようとして胸を押しつぶされそうになっているこの子に視線を送る。あなたは助かったのよ。そして、溺れていたあの子も、何も心配することはないのよ。その子はずっとずっと、全く動かずに、同じ体勢で、そこにしゃがみ込んでいた。しばらくして、校庭にも、大人たちが駆けつけてきた。溺れた子供はどこだ？と叫んで、必死の形相で走ってくる。川を見下ろせる場所に立つと、すぐに下流で巡査が助けたことを見て安堵する。すぐに校庭で耳を塞いで、鏡込む少年に気づくと、大人たちは顔を見合わせ、怪訝そうに子供に近づいてくる。おい、お前、こんなところで何をしてるんだ？一人の中年男性が怒鳴ったように子供にと、徐々に他の大人たちも責めるような口調になる。お前、まさひくんが溺れるのを真っ先に見えてたんじゃないのか？どうやら溺れた子はまさきという名前らしい。他の大人も同じように子供を囲んではなじり始めた。声を上げて
近くの大人に助けを求めなきゃいかんだろう。今はたまたま巡査さんが気づいて助けられたからよかったようなものの、一瞬遅れたら海に流されて大事になるところだったぞ。そうだそうだと怯えて何もできなかった少年を責める。あんな状況でとっさの判断を子供に求めるのは酷すぎる。でもしょうがない部分もあるのかな。うん、大人といえどもさ、人間ってさ、あまり強い生き物ではないから、やっぱ一人の人が声を荒げるとさ、それに同調するように他の人もさ、子供でさえ、子供にさえヤジを飛ばしてしまう。大人も弱いね。しかも私が見た別の世界では勇敢助けようとして逆に溺れて亡くなってしまっていたのに、周りの大人の勝手な態度に腹立たしくなった。まさきくんは大事な百貨店の社長さんの一人息子だから、何かあったら俺たちまで大変なことになっちまうよ。こういうところがさ、日本の閉鎖的な場所のあまりよろしくないところだよね。でもそうじゃないとこの街じゃ生きていけないのかもしれないから、難しい問題だよね。おい、こんな子に関わってないで巡査さんの元に行って病院に運ぶのを手伝わねえと後でいろいろ言われるぞ。そんなことを大人たちが吐き捨てるように小走りで去っていった。どうやらあの子はこの土地の大事な人物らしい。それにしても大人たちの露骨な贔屓の汚く気遣いのないこと、そんなことを思ってこの子の姿をじっと見つめる。耳を閉じて下を向いたその表情は、悔し涙を流しているのか、まだ世界から逃げるようにじっと目を閉じているのか、伺い知れなかった。子供の姿がゆっくり消えていく。すると今度は周りから大勢の生徒たちのざわめきが聞こえた。空は晴れ渡っている。生徒はすっかり乾いた校庭に並んで座り、前に立つ校長先生の話を聞いている。一瞬私の神隠しが解け元の世界に戻ったのかと思った。だけど違う、まだ現世の姿が流れ込んできているだけだった。子供たちに触れようとしても触れることはできず、声もどことなく遠くから響いてくるようなよそよそしさがある。校長先生がもったいぶって生徒たちの前に立って咳払いをした。あの顔は神隠しの雑誌の記事に載っていた写真と同じ姿だ。だけど髪は少し黒く量も多いらしい。雑誌では古本で元校長と書かれていたわね。この私が見ている景色ではまだ現役の校長だ。私の中には夏霧のいろんな時代の光景が重ね合わさるようにつながり流れ込んでくるのかもしれない。ってことはこの主人公はもしかしたら子供の頃にこれを体験している可能性があるってことだよね。もしかしたらそこの小学校の中の生徒の一人だったのかもしれない。先生は話し始める。隣には一人の少年が立っている。あの時溺れていた正樹君だ。一度命の危険にあってどれだけ憔悴しているのかと思ったら、むしろ心なしか誇らしげな勲章を身につけたような態度だ。朝礼の話なんて子供にとってつまらないものだけど、今回はあんな事件があった後だけに子供たちも真剣に耳を傾けている。先生は増水した時の川に近づく危険性を説く。巡査さんの勇敢さを称えた。子供一人一人の命がどれだけ大切なものであるか
一度失われたらどうやっても取り返せない。この広い世界でたった一人の存在であること。そして最後に強調したのが、もしみんなが誰かが溺れているのを見たら、すぐに大声を上げて大人に助けを求めること。生徒の表情を一人一人確認するように眺めます。隣の正樹くんが同じようにみんなの顔を見ながらコクコクとうなずいている。生徒たちの一番後ろで顔を自分の膝に埋めてじっとしている少年の姿に気づいた。それはあの時の子だった。今回のことで一番深く傷を負ったのは彼だったらしい。朝礼が終わると短い休憩時間だ。みんなは正樹くんの周りに駆け寄っていって、大変だったらしいな、親は泣いていたか、みたいなことを聞いている。彼は周りの子供たちに心なしか偉そうな態度。男を開けただの、次からどんな人生の危険な目にあっても助かる気がするだの、巡査さんに助けられるときに赤ん坊のように泣きじゃくっていたことなど、お首にも触れない。なんとなく学校の人間関係が分かってきた。彼はこの土地の名士の子供。本人は実は泣き虫で、おどおどしている性格でも、小さい田舎のこと。親の力で、周りの子供たちも、なんとなく彼に子分のように使われているのかもしれない。そのことで、自分自身も、本当の自分がわからなくなってきているような。周りは、そのことにうすうす感づいていても、親からあの子には、失礼ないようにと、言いつけられているのかもしれない。あるいは本当に彼のことをリーダーだと信じている子もいるだろう。ではあっちの子はどうなんだろう。耳を塞いでじっと世界から逃げていた子は、相変わらず正樹くんの取り巻きの子たちは、あの濁流で生き延びるなんてすげえよ、目の前に見ておいて助けを探りにすら来れなかった臆病なやつもいるけどな、と遠回しに陰口まで叩いている。少年は静かに立ち上がって、とぼとぼと誰とも話さず校庭の端へと歩いていく。周りの会話など聞こえないように、聞こえないふりをしていたのだろう。そうしてあの時、正樹くんを川の中に見つけたのと同じ場所に立つ。私が戻した浮き輪がある。それを彼は不思議そうに眺めていたかと思うと、急に両手でガッと掴んで持ち上げた。言葉にならない強い感情が心の底から、それとも別の見えない世界から押し寄せてきたのか、叫び声を上げてその浮き輪を川に投げつける。周りの数人は振り向くが、多くは校舎に入っていくところで気づかない。浮き輪は風に流され川にも届かず、よろよろと河原に転がっただけだった。男の子の目からボロボロと涙があふれる。一人の優しそうな女の子が彼に気づき、そっと近づいていく。だが彼は彼女の手を払いのけた。ほっといてくれ、助けてなんか欲しくない、と全身が語っている。そこで現世の記憶が徐々に薄れ、私は再び無人の夏霧に戻っていた。河原に砂ぼこりをかぶって埋もれる浮き輪を眺める。しばらく待っていても、もう新しい光景は流れてこない。もう一度浮き輪を手に取って、見たことと私の身に起こったことを考えてみたかった。河原に降りてみよう。そうか、命は救えたんだけど、結果的に男の子は自分が死ぬなんてことは想像もしていなかったから、人生にとって大きなトラウマを抱えてしまったようだ。
人の命が助かったってのはとても素晴らしいことなんだけど、結果的に彼がそれで今後の人生うまくいかなかったのは今日のことだと思うようになってしまったら、それは果たして正解だったかな。こうか。もう一度浮き輪を手に取ってみた。男の子が校庭から投げつけて河原に転がったのだ。この浮き輪を巡って見てきた現世の光景と私がしたことを思い出してみた。私が浮き輪を一瞬神隠しにしたこと、そのことで一人溺れる男の子を救った。それはいいことのはずだった。そうやってひっそり助けられた子はありえたかもしれない悲劇など知るはずもなく心に傷を負ってしまった。現世に物を通して介入したのは確か。でも期待も虚しく、私は元の世界に帰れてはいない。あの雑誌に書かれていた生還して戻ってきた人と同じことをしているのかもわからない。これが現世に帰る道なのか。だけど浮き輪や列車から現れた不思議な光は何の言葉にならずとも、何か神秘的な力が私をそうするように誘っているように思えてならなかった。そして実際完璧な形でないにせよ、私は一人の少年の命を助けた。何かが私と現世を結びつけている。誰がそう望んでいるのか全くわからないけれど、どうして誰が私に夏霧の人の記憶のかけらを見せるのかも。そう、あの記事には現世の人が私のことを思い出した時に元の世界に突然帰れたと書かれていた。現世のつながりを見つけ、夏霧の人の記憶のかけらを見ることで記憶が重なり合う瞬間を探す。漠然としているけど、それしか私にはできることはないように思えた。ふともう一つの光を遠くに感じた。川の向こうに何かが輝いている。次の何かこそが私とみんなとの記憶をつないでくれるかもしれない。そう期待して向かうことにした。忘れてしまうことは時に忘れられることよりも悲しいことかもしれない。誰かにとって、いいえ、世界にとって。夏霧の記憶のかけら、その1、終わり。